で、昨日ですね、夜キャッツアイに行ったら、はい、キャッツアイですね。アーニャのクッションが初めて見たのがあったから、じゃあやってみましょうかっていう話で、やってみたら、なんと2000円もかかりましたね。2000円で、まあ、取った感じかな。はい。で、今日はまた、はい、横見て。横もう一個の方見して。もう一個の方。はい、こっち、緑の方。いや、緑の方だけでいいよ。うん。緑の方も、ハピ、よく行く僕らがこの間紹介したハピピランド。まあ、動画の下にありますんで。そのハピピランドは、めっちゃ早く撮れたので、その、攻略テクを見せてこうと思います。よかったら見てください。いや、お前それさ、グッドボタン押してくださいって終わっちゃうよ。さあ、行きましょうか。はい、ハッピーランドで飛びますよ。はい、ジャンプ、せーの、じゃーん。いや、みんなやってんよ。はい、グダグダ。はい、観測チャンネル始まるよ。あ、難しい、難しい、あ、まず高く、いや、そもそももっと奥、右側でいいよ。三本爪入れた方がいい。うん。だって上に全然引き上げてねえじゃん。でもこれちっちゃいのか。ダメかな、したら。たら長期戦で入れるって感じでしたもん。そうそう、そうしたんですよ、私。もうちょい手前だな、そこを必ずそこの下に入れるっていうイメージでやった方がいい。それとあっちと、右は諦めてって感じかな。だから必ずそこ入れろって言ったで、あ、だからこっちは必ず入れるイメージって。喧嘩ああ、ストップボタン効くの？効く。相当時間かかるな、これ。かかこれ取るのやめた方がいいんじゃないぐらいだね。やめる？やめないよ。上がんないから。だから引きずるしかないんだって。あ、一番そこがやっぱだからそこなのやっぱり。今の話をさっき聞かせてんの？じゃあ言ってください。言ってしょう。あ、だからそこ入ってないんだって。ええ、ラッキーなんか文句言ったら入るな、ここで。ゲットが200円ゲットか。やりました。はい、皆さんこんにちは、かんつばきチャンネルです。はい、皆さんこんにちは、かんつばきチャンネルのでんつばきです。はいどうした。はい、今日はですね、最近の、まあ、うちクレーンゲームにめっちゃハマってるんですけど、はい、はい、そうですね、クレーンゲームにハマってますね、うん、はい。お前なんでところで恐竜の格好してんの？あ、あ、話がまとまんねえな、おい。ちょっと、あ、恐竜だった？じゃあちょっと恐竜を楽しんでもらう？うん、うん、どう？うん、あ、やめて。いやいやいや、違う違う、こんなんで始まるんだから。で、うちの娘が、なんていうのこれ、スパイファミリーの、スパイ、うん、ちょっとやめなさい。スパイファミリーの、なんていうの、全部全然わかんない。アーニャ、アーニャと、ヨロさんと、ちょっとよけて。ちょっと、ロイドさん。まあ、この辺がよく見る、あれなのかな、景品なのか。あ、こう、3人とも主人公の家族。やめて。いやいやいや、ちょっと待ちなさいって。いいんだって、すごい、そんないいの。エンダーマンも乗せて、エンダーマンも一緒に入れたいんだって。うん、エンダーマンも乗せてあげて。いや、いい、いや、なんでそういうことするの。やめて。いつまで経っても始まんないんだけど。すぐ
いやだから追いつまらないで、いつまでもしつこいんだから椿は。うん、はい。で、まあ、エンダーマンも獲得しないやどう、ちょっと話が進んでいかないんですけど、はい、納得したみたいです。ガオー、はい、こっち見て、はい。で、なんだっけ、クッション、丸クッションと、カンナクッション持ってあげて。だからなんだ、どうしてさ、エンダーマン持ってっちゃう、ほら、ま、はい。で、これが、はい、ぽい、アーニャ、アーニャ、うん、これいくらぐらいだったの？これね、500円。うん、そっか、はい、紹介する、じゃあ、つばきこれ、じゃあ、エンダーマンですよ。エンダーマンです。はい、どうやって撮りましたか？買いました。つばきが撮ったんですか？パパがビンゴで当てました。はい、はい。で、昨日ですね、夜キャッツアイに行ったら、はい、キャッツアイですね。アーニャのクッションが初めて見たのがあったから、じゃあやってみましょうかっていう話でやってみたら、なんと2000円もかかりましたね。2000円で、まあ、取った感じかな。はい。で、今日はまた、あ、横見て。横、もう一個の方見して。もう一個の方。はい、こっち、緑の方。いや、緑の方だけでいいよ。うん。緑の方も、ハピ、よく行く僕らがこの間紹介したハピピランド。まあ、動画の下にありますんで。そのハピピランドは、めっちゃ早く撮れたので、その、攻略テクを見せてください。よかったら見てください。いや、お前それさ、グッドボタン押してくださいって終わっちゃうよ。さあ、行きましょうか。はい、ハピピランドで飛びますよ。はい、ジャンプ！せーの。いや、じゃーん。やってるよ。はい。グダグダ。はい、観測チャンネル。始まるよ。さて、帰ってまいりました。何？見せて見せて。まだやってないよ、何も。あなた座ってくれる？あ、そうだ。うん。で、まあ、なんか200円で取れたとか300円で取れたとかわけわかんないこと言ってたんですけど、あれ全部で800円かかったよね。はい、うん。だから僕間違ったのが、なんて言うんだろう、あそこの店400円入れてチケット見せると8回できんですよ。だからそこでちょっと僕間違っちゃいましたっていうのがありました。なので全部で 8回で取れたっていう計算かな、これは。はい、で、これが2000円。エンダマン、だからそう考えるとね、エンダマン2000円。エンダマンは2000円。ヨムさん、それも2000円かかったの？分かったっちゃう。まあでもね、なんだろう、ハッピーピランドはそこを比べてもね、キャッツアイに比べ、キャッツアイはこれ撮れたのは、僕これ撮ったんですけど、確率なんですよね、絶対に。うん、しっかり持ち上げてたんですよ。まあ、ママのも今回若干確率だったのかなとか思うんだけど、引っ張り上げてたから。でもそれを考えてもね、やっぱり、ハッピーピランドの方が、うん、赤い撮れるからね。すごいと思う。ハッピーランドおすすめです。よければアーニャのクッションまだまだたくさんありましたので、取りに行ってみてください。はい、じゃあ締めましょうか。グッドボタンを押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。チキンさん、バイバイ。はいよ、バイバイ。